6月7日金曜日の全国のお天気をお伝えします。雲が広がることがあっても日差しが届き、穏やかなお天気のところが多くなります。ただ東日本は内陸を中心に雨の可能性があり、特に午後は急な強い雨や雷にも注意が必要です。また九州や南西諸島は雲が多くにわか雨の心配があります。気温について確認していきますと、各地日中は気温が上がりまして25度以上の夏日のところも多くなりそうですね。少し蒸し暑く感じられそうです。こまめな水分、塩分補給などは意識的に行ってください。以上、全国のお天気をお伝えしました。